多くは、ブナカコナラ属の植物の総称。落葉樹であるならの総称。模式種のヨーロッパならが代表的。なお、アカガシア属クワークスは別属とすることがあるが、多くには含まれる。合わせて数百種以上が知られ、亜熱帯から亜寒帯まで北半球に広く分布する。日本語では落葉樹の種群はなら、常緑樹の種群はカシと呼ばれるが、 多くはその両方を包含するものである。ヨーロッパの多くの多くは日本語で奈良と呼ばれる落葉樹であり、常緑の歌詞は南ヨーロッパ以外では稀である。明治時代の翻訳家が落葉樹の多くを歌詞と語訳した例があり、現在も混同されやすい。加工しやすい種が多く、ヨーロッパや北、アメリカでは家具やフローリング、 ウィスキーやワインの樽の材料などに広く使われる。木肌は中程度から粗めの硬い木材で、木目がはっきりし、特に摩擦面には、それが美しい模様として現れる。また、トラフと呼ばれる虎の反紋を連想させる模様が現れることも特徴。材木用として、ヨーロッパ原産のヨーロッパならなど落葉性の長類が代表的である。ヨーロッパならの材は、 材の取り方や生育環境によって特定の呼び名を用いることがある。日本の水なら材はこのヨーロッパならに匹敵する材質を持つ高級オーク材である。他に北アメリカ原産のレッドオークやホワイトオーク、樹皮をコルクとして用いるコルク菓子などが有名。北米のホワイトオークはウィスキーのダルとして使用される。 ヨーロッパならの葉は柏に似た特徴的な形をしており、オークリーフという衣装としてよく知られている。しかし、多くの葉の形は種によって様々であり、ヨーロッパならの葉は一例に過ぎない。深く切れ込んで先端が尖ったもの、細長いものなどもある。また、これは EU の効果にも同じような形で存在する。ABCD、メヒティルメルツ、日本の木と、 伝統木工芸、海青社、2016年、67ページ。鳥海組子、P158。ありがとうございます。